デザイン、僕、知の更新って言ってて、知ることを更新するっていう。今まで知らなかったことをこう知ると、必然的に何か新しい条件が出てきて、新しいものが生まれる。難しいのはどれも当然難しいんですけど、そこはあまり気にしてなくて、僕が面白いって思ったことを作った空間を通して、お客さんもそれを同じように感じられたらいいなっていうのは基本的に思っていることです。音楽が大げさに言うと青春のど真ん中にあったかもしれないですね。やっぱ芝居もどっかでテンポだったりセリフの掛け合いのスピード感とか敏感な面があると思っていて、映画のセンスと音楽のセンスっていうのはやっぱりどこか共通したものがあるんだろうなっていう気がしてますね。接する人によって変化はさせられていく。新しい価値観、新しいものをこう発見していきたい。そのためにはいろんな場所に行っていろんな価値観を見ていろいろ会話しながら作っていく。それによって変化はしていくであろうと。20年ぐらい前に初めてキューバに行ったんですよ。みんな等しく貧しいし物がないから大変だなと思うんですけど、ずっとニコニコ楽しそうに過ごしてるんですよ。なんかふと本当の幸せってどこに求めているんだろうっていう気持ちがくっきりと感じてしまったんですよ。僕はなんかそれを押し付けたいわけではなくて、あなたは分かってますかっていう、その自分が何が大切で何が幸せだって感じるかを一度考えてみたらどうですかっていう提案をしたいなと思ったので、インターネットの情報とかってすごくいろんなものを与えてくれるじゃないですか。ただ注意しなきゃいけないのはチョイスすることだと思うんですよ。与えられるばっかりじゃなくて、何が自分にとって大切なものなのかっていうことをちゃんとチョイスできるかっていう。